はいどうも皆さん、こんにちは。この土日が春休み最後という人は、声が皆さんの寿命はもうセミです。で、どうでもいいんですけど、サブちゃんの編集がマジで終わりません。本当にそろそろ動画編集者を雇わないと僕がぶっ壊れます。ただ、編集者を適当に募集すると、編集ソフトはキネマスターでいいですかとか、キャップカットはいいですかみたいな、スマホ勢が湧くんですよ。まあ、スマホで動画編集ができるのもわかるんですけど、僕のサブちゃんの動画は1時間以上の尺のファイルを15分くらいにカットして、素材もめちゃくちゃ使っているので、多分スマホは爆発します。あと僕は Adobe Premiere Pro という編集ソフトを使っているので、これと一緒じゃないといろいろ不便なんですよ。というか動画編集をパソコンでするんだったら、ゆっくり実況とかは例外なんですが、マジで Premiere Pro 一択だと思います。まず YouTuber が動画編集者を雇うときは 99% Premiere Pro が必須です。さらに将来的に動画編集の仕事をしたいと思った際も、 Premiere Pro を筆頭とした Adobe のソフトを使える人しか会社はほとんど雇ってくれないので、 KineMaster とか最近 YouTuber が案件をしている謎の動画編集ソフトとかいろいろあると思うんですが、それで編集する時間があったら今からプレミアプロに慣れた方が良さそうな気がします。ただこのソフト月額約3000円くらいの有料ソフトのため、キッズは仕方なくキネマスターとか謎編集ソフトを使うこともあるとは思います。まあそれはしょうがないです。とはいえ PC で変な編集ソフトを使うのはやめた方がいいと思います。そんなわけで、こういうことを言ったせいで動画編集ソフト会社からの案件はもう来なくなりました。さようなら。というわけでいつも通りやっていくんですけど、まず今日のショップにはついに新スキンのカロンが販売されています。これはマイダスと関係の深いオロというスキンのリメイクバージョンです。ストゥックスの先導セットの一部ということや、バックアクスが船になっていて、ツラシがそれを漕ぐオールだったりと、まさにギリシャ神話に登場するストゥックス川の船渡しという設定が忠実に再現されたスキンとなっています。さらにカロンはお金を全然持っていない死者からも運賃を取る主戦道のため、このスキンもベルトのところにコインがついていたり、同じセクションにはお金をばらまく妹が販売されています。で、お金を持っていない死者は船渡しを後回しにされて、だいたい200年待ちくらいになるらしいです。まあ相当過激なディズニーランドっていう感じですね。さらに今日のショップではスラープ系のスキンやアイテムが行く4日から250何日ぶりに再販されています。そんなわけでショップでアイテムを購入する際はクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。次は12日に来るとアナウンスをされているアバターコラボについていろいろ続報があったんですが、まずエピックが新たなティザー画像を公開しました。それがこちら、氷山の中には何がある、間違った答えだけと、原作を知らない人には全く意味のわかんない文章です。で、興味深いのはここに未知のスキンがいるんですよね。で、これはアバターに登場するカタラという名前の女の子だそうです。つまりこのキャラもスキンとして登場するのが確定したわけです。あとはアバターコラボの話ではよく見かけるこの小僧アンも氷の中にいるため登場が確定しています。さらにこれは何度も言ってるんですが、同じく氷の中でスヤスヤしているアッパというクロンボみたいなやつもミニバトルパスの無料枠のグライダーとして登場する予定です。で、ゲーム内に現れたこの島がどうやらフェーズ2に入ったらしく、ちょっとだけバトロワの本島に近づいてきています。比較するとこんな感じ、だいたいこの島1個分動いたっていう感じですね。まあ他にも新たなミシック武器が大量に登場するらしいので、これもめちゃくちゃ楽しみです。で、武器関係でなんと今日の夜中に突然いろいろな修正が入りました。まずフレンジーオートショットガンがナーフされています。発射率が 12% 減少というか、発射率ってなんやねん。あとヘッドショットの倍率が 1.75 倍から 1.65 倍にナーフされています。まあ今シーズンはオートショットガンのご利用しが結構強かったので、ナーフされても仕方がないような気もするんですが、それなら他のショットガンをもっとまともにしてほしいです。次はリーパースナイパーライフルがナーフされました。なんと弾速が 16% 減少、弾丸の落下速度が 116% 増加、さらに出現率自体も 50% 減少しました。確か前回のアプデからスナイパーはそもそも出現率が減っていたので、それがさらに減ったことになります。ただそのアプデでは確か 100m 以内の敵には弾が速着で当たる仕様にバフされていて、一部のスナイパー好きは喜んでいたんですが、結局またナーフされてしまいました。弾速が落ちるのは結構きついですよね。次はハンドキャノンの出現率が 60% 増加、確かに僕もこれは全然見かけなかったので助かります。あと今までは出なかったレア宝箱からも出るようになっています。それだけです。そしてハデスの鎖がバフされました。その内容は画像で出しているんですが、2回ヒットで100ダメ出るのはでかいですよね。というかそもそもハデスの鎖は初動ではめちゃくちゃ強かったので、それがさらに強くなることになります。あとは理論上鎖で敵を引き寄せて全ての攻撃をヒットさせることができれば250も与えることができるため、ゼロビでも相手を1コンボで仕分けます。で、修正関係は次が最後なんですが、水の技の発射速度が 20% 増加、敵に与えるダメージが2増えて24になりました。さらにヘッショダメが28から36に上昇しました。
で、全体的なダメージのバフはそこまでなんですが、この発射速度が上がったおかげで結構強くなっているらしいです。まあ修正前は弱すぎて僕は拾ってすぐ捨てました。そんなわけで今回の修正が嬉しいと思った人は高評価、残念な人はチャンネル登録で教えてね。次は昨晩リアンさんとキャプテンショートさんが突然ゼロビルドを盛り上げようというツイートをしていました。ただツイートをした理由というのは僕はわからないんですが、昨晩ゼロビのランクカップがあったんですけど、全然それがマッチしないとか、そもそもランクカップが表示されなかったとか、いろいろ報告があったので、それでこういうツイートをしたのかもしれません。ちなみにゼロビのランクカップがマッチしないのは毎回のことです。で、僕も以前はゼロビ勢だったんですが、ガチでランクマッチだとプラチナ以上ではほぼマッチをしなくなるので、はっきり言って今のゼロビの競技シーンは終わっています。ただモードのアクティブプレイヤーだけで見ると、ケンチカリとゼロビでほぼ同じくらいの人数が遊んでいるので、まあエピックとしてはこれはこれで成功と思っていそうです。とはいえさっきも話した通り、競技シーンは本当に終わっています。ランクマのケンチカリは20万人もアクティブがいるんですが、ゼロビはなんと4万人しかいません。通常マッチのアクティブはほぼ同じなのに、ランクマの方ではここまでの差が出るわけです。で、これはもうゼロビ勢イコールエンジョイ勢で、競技とかランクマに興味がないプレイヤー層なわけですよ。そのためこれはもう YouTuber とかがどうこうできる問題ではないような気がしました。あと Twitter 上ではゼロビルドの大会実績をプロフィールに書いてると、なぜかそれを建築アリ勢に煽られるという現象が多発します。例えば建築アリから逃げたやつとか、建築アリじゃ勝てないとかです。ちなみに柴入さんはプロフィールにマグワンパニック西アメリカ89位と書いていて、多分それで煽られたことはないと思うので、ゼロビの実績をプロフィールに書くよりはマグワンパニックの実績を書いた方がいいのかもしれません。というわけでよかったら皆さんのゼロビへの意見とか感想をコメント欄で教えてください。僕は未だにゼロビ専用で Apex みたいにスキルを実装して別ゲーにしろと言いたいです。最後にこういった情報をまとめていくんですけど、まず歌手のテイラー・スウィフトさんが Twitter にてフォトナに言及というか匂わせをしました。そのツイートを直訳すると、拷問詩人部門まであと2週間とか、苦悩する詩人たちの部まであと2週間とか、ちょっとよくわからないです。ただこのツイートではフォートナイトが何かまでの2週間という意味で使われているため、厳密にゲームとしてのフォトナにテイラーが言及したわけではありません。とはいえテイラーは今後フォトナとコラボをするとリークをされているため、22日に切り替わる音ゲーモードのバトルバスのスキンとしてテイラーが来る可能性がこの匂わせツイートによって上がったと思います。ちなみにレディーガガも過去には SNS でフォトナに言及して5年後に実際にスキンとなっています。あとはこのバンドルを買ったのにセット内容であるはずのラップがもらえないというバグがあって、それが発生していた人にラップが配布されたり、昨日の動画で話したインビンシブルのアニメの映像が裏で実はこうだったんじゃないかという再現映像が海外でバズっていました。そして最後に9日までに再販が来ると予想されているリバイアさんなんですが、その予定の日まであと3日しかありません。それによって本当に来るのか不安に思っている人も結構いて、実は今年のエピックのエイプリルフールがリバイアさんの再販だったんじゃないかと言ってる人もいました。で9日にはアプデがあるので、多分9日の朝には来ないと思うんですよ。そうなると7日の朝か8日の朝、あるいは9日のアプデ後のショップ変更で登場という可能性があるんですけど、なんと最近の再販予想界隈では誰とは言わないんですけど、やっぱりリバイアさんは20日に来るかもしれんと言い出す人が出てきました。この調子で夏くらいまで引っ張れそうですね。まあ実際9日までに来なかったとしても今シーズン中には絶対来ると思います。